ちょっと加勢してもらったら嬉しいですね。ええで。ちょっとトントン先生、早くあの派遣、日本を支援する派遣軍を編成してもいいかもしれない、これは。どこにあるか、どこにあるか分からないけど。これは、後の影響力を考えると、俺らもそろそろ根拠を出さざるを得ないんだよな。遠征軍出すぞ、これ。ちょっと、まず日本という国を探そう。どうやらあるらしい。致し方ない。ならば、私の意見を言おう。かけとりや先輩、あの私の意見を言おうとか、なんか、いや、答えてますよ、名前の方で言ってますよ。俺も中心はなんかちょっと偉そうやんね、あいつ。偉そうやんね、もう意見言えないです、あの私の意見はないですって。意見言えるほど大きくなったもんじゃの。ほんまやで、お前、名前。やべ、ヘタロイ国境沿いに来てる。やめて。俺今あのロンドンとバーミンガムブラッドホフ持ってないけどさ、もはや拡張できる場所がないのよ。上に全部アレクサンドロスが、半島広げてるから。はい。まあ、これ、つまり、どうしなきゃいけないかって、俺、西方遠征しなきゃいけないわけ。西方こっち行く。あ、じゃあ、僕と同じなんですね、目標が。まあ、むしろ、お手伝いさせていただく。うん。的な?でも、うん。じゃあピラミッド羨ましいな。あ、ロシア先生、ね、ロシア先生施設派遣するかな。なピラミッドって壊せないかな。ええやね。エミさんそこで眠ったらや。え、ここで？いやもう俺ここで眠る。なんだろうピラミッドでね。お墓やしな私。とはに眠ってればいいんじゃないか。うちのチョコレート詰めとこう一緒に。ありがとう。なんか謎の亀のマークの下、宗教が攻めてくれるやつ。やめてくれませんいや、俺まだ宗教的に何も派遣してないから。俺影響かって言うけど、なんか主流、俺の植民都市がどんどん主流派がなんかちょっとやばい宗教に詰まってってほんまやめてほしい。マジちゃうくない？マジちゃうくない？大丈夫やって、ドイツや、ドイツでは一応スーパーファミコンって名前で売りに行くから。結局全然700年で。ああ、ええやん。SFC 名称ありすぎやろ。やばい、この大陸、あれやわ。あの、混沌としてるわ。それも彼も誰のせいや。誰やろな。私の口からはとても言えない。日本。はい。いや、日本のせいにした。おい、怒りやんけ、ほら、今の。何？都市を解放し、建設国に返す、こんな選択肢があるのか。あるよ、あるよ。あの、それであれ、なんやったっけ、あの、ほら、野蛮とかさ、野蛮と。うん。さすが野蛮な地方の人たちは。野蛮な地方。あ、それ野蛮な地方大陸っていうんですか。そうですよ。そうですよ、ここ野蛮な地方。だってまず見てくださいよ、なんか派遣取ろうとしてる人見てくださいよ。なんか世界政府とかのたまってらっしゃる。いや、ちょっとこの大陸に生まれたこと呪うわ、マジで。いや、ほんとなんで派遣国が近くにおんねん、マジで。優しいなぁ、ポーランドは。そういうくらいで。あっ、イギリスの開拓者じゃないっすか。何してるんですか、このところで。え、っていうか、マケトリア先生、あの、もうイギリスをもうちょっと調教した方がいいんじゃない、明らかに。あの、ポーランドと比べて明らかに忠誠心足りてない。なんかいやでも、日本好き勝手スタンドプレイしてますよね。いや、マジで日本でも、イギリスは黙ってあのゴールドを差し出してくる国やで。あ、中華圏かな。超高外交か。あれ、ちょっと待ってください。ゴールドぐらい僕もあげるけど。なんて兄貴ダメです。そんな薄汚れた金、受け取っちゃいけません。薄汚れてんやつ、黙れ。おめえが薄汚れてんじゃねえか。兄貴、いくらなんぼ、いくらなんぼ兄貴が極道言うても、それだけはあきまへん。極道言うなよ。極道言うてるぞ、ええんか、あれは。え、ちなみにちょっと聞きたいねんけど、じゃあ、うつくんは一体何を差し出してるの？そうだよ。トシ。あ、彼、その言葉の彼の目はすごい悲しそうでござったな。ひどく澄んでいるぞ、俺の目は。リリ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 、ちょっと待ってください、待ってもう終わる。軍拡中か。いや、もう軍拡終わったんだよ。あ、じゃああとは戦うだけだな。
いや、ほらゴールドかかるぞ。ユニット持ってるとゴールドかかるぞ。早く使わないと。いや、もはやあのあれやから、西方遠征のためのだってほらあれや、口だけって言われたら後からどんな集中受けるかわからへんね。ほんまお前はあれやな、情けないプレイングしかせえへんな。攻められる前から人の言うこと聞いて、だってほんで西方遠征とかなんか抜かしといて、やってることがお前甘いわ。ただの批判やん。お前まずはお前戦う気概はないんかお前。そうだか、やっぱ侍の国は言うことがちゃうの。さすがやな。あれポランドさん、ポランドさん、ポランドさん、なんすか。このフッサールの国が何言ってんすか。おっさんの国フッサール。ああポーランド騎兵だろフッサールは。そんなもんないよ、うちマケドニアやから。でもやらない。エミル、ちょっとこの西側についてはちょっと俺とワケワケしよう。ああ、もちろんアレクサンドリアの、意向を聞いてからな。もちろん。うん。あいつなんか調整うまいな。ちょっと参謀役になるかもしれない。あいつもう気質がナンバー2やんけ。いやー、将来有望やな。エミル、あんまり有能のとこ見せるの俺が切られる。いやいや、大先生のほど私有能じゃないってみんな分かってるはずやから任せて。やろうな、せやろうな。まあ、あいつよ。百姓だ。なんて丁寧に死亡フラグ立てるんやろ。また反乱起こしてるよ。もうその国、その都市滅ぼせばいいんじゃないですかね。滅ぼそうかな。政府機関置くんだよ。やっちゃいましょうよ。やっちゃいましょうよ。やっちゃいましょうよ。日本あ、ああ負けど。